1989年アメリカ海洋大気町 P-3 エンジン喪失事故は、1989年9月15日、金曜日、ハリケーンヒューゴによって発生した航空事故である。コールサインの A42、アメリカ海洋大気町の N42RF 号機で、ある、ロッキード WP3D オライオン、気象情報航空機は、シンプソンスケールで、 カテゴリー2から3に相当すると思われたハリケーンヒューゴの中心部への研究飛行を行った。しかし実際にはハリケーンヒューゴは最高レベルであるカテゴリー5に相当する勢力であった。ノア4 2がハリケーンの壁を通り飛行している最中に右翼内側にある3番エンジンが損傷し一時期体の制御を失ったがその後は安定した飛行を続けた。 台風の目を抜けた機体は高度を上げて、ヒューーを離れ、無事に飛行場をへ帰還した。乗組員16人に怪我はなかった。ノア42の乗組員は、以下の通り。また、乗客として、新聞記者のジャニス・グリフィスが乗り合わせていた。ロッキード w p 3 d オライオン N42RF 号機、通称カーミットは、3台のコンピュータ及び50台以上もの。 ナビゲーションシステムと科学機器からなるレーダーを搭載したハリケーンハンターであり、ハリケーンヒューゴの研究フライトを務めることとなった。ハリケーンヒューゴは9月10日にアフリカの西海岸沖で発生後、カリブ海諸島と米国東海岸に向かって西に移動しているところであった。ハリケーンスケールではカテゴリ2カテゴリ3と診断されていた。ノア4 2は、 高度460メートルからハリケーン内部へ侵入し、その内部と周辺の気象状態を調査する予定であった。9月15日15時55分にエンジンを始動。16時13分30秒、ノア42はバルバドスのグラントレイ、アダムス国際空港を離陸した。16時23分には高度2900メートルまで上昇し、搭乗していた。 気象学者はレーダーでハリケーンの確認を開始した。しかし16時30分に機体後部に設置されていたレーダーのスクリーンが突然停止した。電子エンジニアのゴールドスティンとシュライカーがレーダーの故障を報告し、修理を行うま、前方のレーダーだけが稼働していたが、観測できる範囲は非常に狭くなった。この状態では、ヒューゴの通過は、 難しいと判断し、ノア42はヒューゴの周りを旋回しながら、レーダーの修理の完了を待った。電子エンジニアがレーダーを修理している間に、気象学者はヒューゴの調査を行った。ヒューゴは左右対称の綺麗な円形であり、直径約6 4 3トル目の直径は1 9トルに及ぶ非常に強力なハリケーンであった。風速は、 時速240キロ、中央の圧力は950ミリバールに達していた。ヒューゴはカテゴリー3のはずであったが、気象学者たちがドップラーレーダースクリーンを見たところ、目の周りに明るいオレンジ色と赤色の小岩が出現していた。これはヒューゴが非常に強力なハリケーンであることを示していた。ノア42の気象学者チームは1週間前に現れたカテゴリー4の ハリケーン・ガブリエルに相当するレベルである、とヒューゴーを評価した。16時55分、コーブレーダーの修理が完了した。気象学者と機長は、ヒューゴーへの侵入高度について、議論を始めた。ファクは、ノア42の1500メートル以下の下降を、意図していなかった。しかし、カテゴリー4であるハリケーン・ガブリエルへも高度460メートルで、侵入しぶじに通過していたため、 それほど危険ではないという結論に達した。だが、仮に乱気流が非常に強い場合は、高度1500メートルまで上昇する必要があった。17時1分、ノア42は、機種を下げ暗い雲の壁へ向かって、毎分300メートルの速度で垂直降下を始め、17時5分には、高度460メートルとなった。降下開始時の風速は、 時速74から92キロであったが、高度460メートルの時点では、時速157キロにまで達しており、視界は急速に暗くなった。数分後、ノア42は、ヒューゴの乱気流を抜け、視界は再び明るくなった。レーダーを見ると、目は真っ赤の輪で囲まれており、さらにその輪を取り囲むように明るいオレンジと赤の輪が広がっていた。 ベテラン気象学者のマスターズは高度を1524メートルまで上げるように指示をしたが、3分後には風速が時速111キロまで落ちたため、高度460メートルのままヒューゴの中心へ侵入することに決めた。その後、マスターズはこの決定を馬鹿げた間違いと呼んだ。短い休息の後、ノア42はヒューゴの目を覆う分厚い雲の壁へ向かって飛んだ。 時刻はすでに夜となっており、乱気流が強まり、気圧も低下した。激しい雨の中を飛ぶのは42は、左右数メートルにわたって、激しく揺れる状態であった。この時点で、風速は時速250キロにまで達し、気圧は960ミリバールであった。これは、カテゴリー4のハリケーンと同等であった。中心部へののうち、最初の3分の2は、 まだマシであったが、残りの3分の1は、地獄がバラバラに壊れたようだったと司令官は語った。乱気流は、激しさを増し、高度1500メートルへの上昇は、もはや不可能であった。機体の揺れは、なお激しさを増し、機長は一人で操縦桿を握ることができず、副操縦士が、機長の補助に入った。二人がかりでエンジンを最大出力にしたが、 それでも、ヒューゴの乱気流に抗うことはできず、高度を維持しながら、ヒューゴの中心を目指すことで、精一杯であった。1分後には、風速は、時速287キロまで達し、さらに強くなり続けていた。気圧は950ミリバールへ下がり、なお下がろうとしていた。これは、 ハリケーンヒューゴが最悪のカテゴリー5に相当する可能性を意味していた。17時27分34秒014度のコースを飛行中にフライトレコーダーが時速324キロという最大風速の横風を記録した。その5秒後、高度405メートルで27度のコースを飛ぶのは42は時速35キロに達する下降気流に直面。 17時27分56秒には、それが、時速38キロの上昇気流へと変化した。この時フライトレーダーは、風速363キロと気圧930ミリバールを記録し、ハリケーンヒューゴは、カテゴリー5となった。ノア42が、カテゴリー5のハリケーンに遭遇するのは初めてであったが、剣道な構造がノア42の空中分解を、防いだ。 17時28分に陶器が機士を13度まで下げると時速535キロに達し、14秒後には高度277メートルまで降下した。周囲は次第に明るくなり、ヒューゴの目に近づいていることを示していた。しかし、その後視界は急激に暗くなり、設計加速度負荷の3倍に相当する衝撃がノア42を襲った。飛行機は激しく横揺れし、 設置された機器は床に放り出された。その時、操縦室のクルーは右内部の3番エンジンで火災が起きたことを景気から知った。窓からは長さ9メートルの光がエンジンから伸びるのが見え、エンジン内の温度は摂室1260度に達していた。17時28分30秒、エンジンが停止。ノア42は制御不能に陥っていた。 17時29分ごろ、右に大きく傾き高度270メートルまで降下したところで、乱気流は突然終わった。ノア42は、ついにハリケーンヒューゴの目に到着したのである。ヒューゴの目に到達すると、パイロットは即時に3番エンジンの喪失と4番エンジンに長さ2メートルほどの布のようなものがあることを報告した。ノア42は、 まだ右に傾いており、ヒューゴの中心へではなく、右へ向かって飛んでいた。パイロットは、左旋回を行い、危険な雷雲のそばを進んだ。ノア42は、ハリケーンの目の中を一周しながら、次第に高度を上げていた。この時、管制官が客室内の状況を尋ねた。重傷を負った者はいないものの、機材や物が床のあちこちに転がる惨状であった。また、 ノア42は非常に重く、二つのエンジンのみで高度を上げて、ヒューゴから脱出することはできなかった。クルーは残りのエンジンが正常に作動するかの確認を行い、ノア43からの無線に応対した。デーブ、私たちは今話すことができない。私たちは深刻な緊急事態に陥っています。ノア42はエンジンを一つ失い、残り三つのエンジンしかありません。 今は燃料を排出する準備をしています。ノア四十4 3はノア四十4 2の救助のため目へ向かいつつ、ヒューゴに近い軍事偵察機 c 1 3十二報告すると答えた。デーブ、ありがとうございます。これから燃料を排出するので15分後まではこれが最後の会話です。完了したら報告します。私たちの状況について、 マイアミに知らせてください。42通話終了。4番エンジンの温度センサーは高温を示しており、クルーは高度を上げるために航空機の重量を減らすことを決めた。ノア4 2は2 2 7 6 9ラムの燃料を搭載しており、そのうち6 8 0 3ラムの排出を決定した。一方、 燃料を排出する際に火花によって点火することを防ぐため22台の水温計付き自立プローブを脱落させた。客室内の全機器の電源を落とし必要な分の燃料のみを残して放出が完了したところでクルーが再びナビゲーション装置の電源を入れるとすぐに偵察機 C-130 からの連絡があった。TL57 のクルーは ノア42に起きた事態を知っており、西およそ3キロメートルの地点からヒューゴへ突入すると伝えた。それに対しノア42は、目に入った後に加工して、ノア42の4番エンジンに損傷がないか、点検してほしいと答えた。5分後、ティール57は、ハリケーンの目に入ったことを報告し、ノア42の行方を尋ねた。カテゴリー5のハリケーンの中心で操縦しながら、 呂機は約300メートルの距離まで近づいて通信を行った。ノア42、我々は4番エンジンを含めてあなたの機体上部をはっきりと見ることができます。吹き飛ばされた氷結防止ブーツが第4エンジンにぶら下がっているらしいこと以外に損傷はありません。望むならば、我々は機体下部を検査します。お願いします。数分後、ティール57は 結果を報告した。ノア42、損傷はありません。脱出は東側の雲の壁からを考えています。これからノア42が脱出可能か調査を開始します。安全なルートが見つかるまで努力します。了解、ティール五5 7ありがとうございました。ノア42は ハリケーンの中を一周しつつ3つのエンジンで高度2133メートルまで上昇したが、さらなる上昇はエンジンの加熱と損傷につながる恐れがあった。ノア43の基調であるゲーブは、西側の高度4600メートルから目に突入してノア42を視認していることと、高度4572メートルであれば、ハリケーンからの脱出は難しくないことを伝えた。 それに対しノア42は自分たちは高度2133メートル以上への上昇を恐れており、ティール57が現在の高度で比較的安全な出口を調査中だと答えた。ノア43は高度4572メートルのまま状況を監視すると報告した。数分後、ティール57から南北からの脱出は難しく、 東壁からが良いだろうと報告した。さらに数分後、北東の壁を通るルートは比較的安全であることが分かった。ノア42のレーダースクリーンもまた、9ゴの目の北東では風がいくらか弱まることを示していた。ノア42の機長はデータを確認し、ティール57のクルーに後に続いてハリケーンを脱出すると伝えた。18時25分。 エンジン3機を従えたノア四十4 2は高度2200メートル060度のルートでハリケーンの北東壁に突入した。機体はすぐ大雨に打たれ、風速は時速314キロ、突風では時速351キロにまで達した。クルーが上昇気流と格闘する中でエンジンは轟音を立てたが突入時とは違い、強い衝撃は受けなかった。 18時30分になると風速は時速277キロへ落ちて乱気流も減少した。レーダーは黄色と緑色のゾーンにあることを示していた。30分後、乱気流はほとんど収まり、晴れ間が見えた。壊滅的な状況が始まってから1時間後、ノア42はついにハリケーンから脱出した。軍用機は追加の支援が必要か尋ねたが、 ノア四42は断った。18時43分に高度3200メートルまで上昇し、グラントレー、アダムス国際空港へ向かい、20時21分30秒に無事着陸した。3番エンジンの点検と修理を行い、1ヶ月後に機体はフロリダへと戻った。その直後、ハリケーンヒューゴはカリブ諸島と東海岸を襲った。上陸時点では、 カテゴリー4へと弱まってはいたが、100人以上の人々が犠牲とになり、総被害額は90億ドルに達した、当時では史上最悪のハリケーンであった。気象ステーションのレーダーは、ハリケーンのかなりの範囲を観測できていたが、ゾーンを危険度によって色分けする機能がなかったために、モニターでは白黒に映っており、この状況では役に立たなかった。フロントレーダーには、 カラーモニターがついていたが、観測範囲は非常に狭かった。そのため、ノア4 2のクルーは、ハリケーンの勢力を正確に判断できず、ヒューゴへの侵入は、わずか高度457メートル、最も危険なルートで行われた。3番エンジン火災の原因は、燃料センサーの故障により、燃料が過剰供給されたため、エンジン内で異常発火したためであった。これは、 航空機に一般的に見られる欠陥であり、ハリケーンを通過するという危険な飛行中にエンジン火災が発生したという事実は致命的な事故につながることが判明した。事故後に修理が行われ、n 4 2 r f 号機はハリケーンの中心部への研究飛行を行い続けている。命令、航空機事故の真実と、真相第11シーズン第6話イントゥー。 ザ・アイ・オブ・ザ・ストーム当事故について扱われている。ありがとうございます。